はい、こんにちは。長めインターネット補足と申します。こんにちは。信濃鉄道の島津と申します。島津さん、はい、彼らの旧駅舎、ね、旧駅舎ですね、はい、のとこからスタートする駅に止まってる電車についてちょっとお聞きします。はい、はい、この電車は普段どんな風に使われてるんでしょうか。普段はですね、まあ、定期列車としても運行しておりますし、はい、まあ、土曜土休日に関しては軽井沢リゾート号として、妙高高原から軽井沢の間を、まあ、有料快速っていう形で運行してます。今回、まあ、千曲市の観光局さんから回送列車の有効活用って形で、まあ、当社としても初の試みにはなるんですけれども、まあ、ただね、空っぽの状態で返すのではなくて、まあ、イベント列車とか軽井沢から千曲市の神山田温泉まで、まあ、行かれる方っていうのをこう、まあ、運ぶ一つ の役割として、まあ、活用できればなということで、ちょっと今回挑戦させていただいてます。もうそんなような予定なんでしょうか。そうですね、まあ、そこはまあ観光局さんとも、まあ、いろいろとね協力しながらやっていく部分になりますけども、まあ、これで実際こう首都圏のお客様が軽井沢で降りて、まあ、神山田まで行かれるっていうので、こううちをね使ってもらう一つのこう選択肢として選んでもらえるように、うちも、ね、観光局さんと合わせてこう協力して、まあ、集客できるようにしていきたいなと思ってます。ぜひ頑張ってください。はい、よろしくお願いします。これからですね。あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。旧軽井沢の駅舎、旧軽井沢に似た駅舎ですよね。ああ、そのまま残してるわけではない。ここは平成12年に建ててるんで。平成10年12年。ええ、平成8年の時に新幹線ができた時に、はい、JR さん全部潰されたんで、はいはいはい、昔の駅舎はね。じゃあ新しくなって再現したような感じ。街が再現する、ちょっとこじんまりとして。あ、そういう駅舎なんですね。そうです。外見は前の駅舎に似てるんですけど、中は今です、うん、新しく眠なってる。どうですか、その頃と比べて。そうね、ほぼ忠実。いや、外見だけ。外見だけ。中身は全然違います。もっと改札も広かったし。あ、そうかそうか。そう、雰囲気が似てるということ。雰囲気が似てる。ありがとうございます。イエス。3両編成で到着です。ご利用のお客様、1番線お足元黄色3両乗車口でお待ちください。芸者列車小倉行きです。軽井沢を発車いたしますと、次の大阪の駅は終点の小倉です。ごめんなさい、通常の乗車券ではご乗車いただきません。あ、いい、これね、だから相当持つ？前のやつと違うから。新車？新車？新車、新車。ここでは、後の車両1号車で約6分間、上田では前の車両2号車で約4分間、それぞれ前が披露されます。終点戸倉までの約1時間、地酒と楽しむ芸者列車の旅をお楽しみください。子供の校舎分かる、自分が校舎分かる。何しよう。私ね、試乗会の時から一度乗りましたんで、はい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 、今回は家内とね、2人でプライベートで。素晴らしい。どうですか、今日は芸者さんの踊りがあるんですか。
また後で拝見しますけどね、はい、なんといってもそれも嬉しいんだけど、はい、山根さん、あれじゃないですか、昔東京からここ浅間郷でね、はいはいはい、帰るとき酒飲みながらさ、ここ通ったわけ。今そういう機会なくて、はい、新幹線でバーッとトンネルの中行っちゃいますからね。この景色を見ながらね、このお酒飲めるなんてね、懐かしいですよね。ぜひ多くの皆さんの乗っていただいて続けられるように、なったらいいなと思いますので、皆さんご利用ください。ありがとうございます、はい。前回も踊らせていただいてますし、うんとね、だいぶ前に一度お座敷列車は乗ってるんですよ。その時踊ったんですか？踊りました。どうですか、2回目？その時はね、動いてる時踊ったんですけど、今回は止まってるところで動かせて、踊らせていただいて、とっても良かったと思います。そうですか。駅で電車を待ってらっしゃる方も見てくださったし、ちょっといい、ちょっと気分は良かったです。良かったですか？演奏の出来前はどんな感じでしたか？若い子がね、若い子が歌ってくれるのでね、だいぶ楽です。なるほど。お弾き語りだと大変です。そうですよね。ぜひ頑張ってください。今日は何回目ですか？前回プレで1回やってますんで、この下野哲郎さん2回目で、あと1回沖屋で貸し切り列車やってるんで、その時は動いてるところで踊ったのが15年ぐらい前ですかね。やってるんですよ。その時はもう本当小座敷列車戸倉から軽井沢往復でやってますんで、この時にはやはりもっと動いてる時に踊ったんで大変でしたけど、あの時まだ15歳ぐらい若かったんでバランス取れたんですけどね。さすがにちょっと揺れてる時に踊るのは大変。じゃあ畳ですね、その部分は。いや、畳持ち込みました、井戸畳を。だからこういうところに引いて、さっきと同じようにモーセのところが井戸畳持ってきてやりましたね、その時は。またぜひね、また企画していただいて、もしお客様も通っていただけるようであれば、また機会があれば踊らせていただいたり歌わせていただいたりしたいと思います。はい、どうもこんにちは、長野北平東族です。今日どうですか、このネオネオンを、はい、芸者さんの、踊りを見て。はい、すごい贅沢な時間を過ごさせていただいてると思って感謝してます。はい、これはどこで知ったんですか？知り合いの方から教えていただいて、はい、みんなで一緒にみたいなことはあまりないので、はい、景色も見ながら楽しい時間を過ごさせていただいて。どちらから来られたんですか？上田です。上田です。はい、どうですか、今後また会ったら。はい、ぜひ参加したいです。こんにちは。こんにちは。一言、でもね、本当どんなもんかなと思ったけど、はい、いいっす。めっちゃいい。なかなか電車でね、お酒堂々とこっそり飲んでますけど、でも景色もいいですし、やっぱ窓でかいしね。窓もでかいし。今日はどちらから来られたんですか？同じく上田です。芸者さんも見れて、芸者さんも見れて普段見たことないですね、なかなか。まさか電車の中で見るとは。まあ筑波市はまだやっぱ神山田にはいるんだなと思って。あ、行ったことあります？神山田当然。そこで見たことはないですね。ないですよね。やっぱそういう遊び方は知らしちゃいけないですよね。大丈夫。インターネット補足です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は軽井沢から戸倉駅まで、はい、直通電車、はい、今
今終わりましたけども、はい、これはどういう電車だったんでしょうか。はい、あのこれはですね、あの信濃鉄道さんが軽井沢から土曜日にあの回送電車として、はい、あの運行されてた電車をあの我々で買い取らせていただいて、はい、あの戸倉上山田温泉直行便という形で、仕立て上げた電車になってます。まあ、有効利用ってことですかね。そうですね、有効活用というか、はい。まあ、今日の日本号の特徴は何だったんでしょうか。はい、あの今日はあの戸倉上山田温泉 の, あの芸者さんに乗っていただいて、あの芸妓さんの舞であったりだとか芸妓さんのお振る舞いであったりだとかを電車の中であのさせていただく、あの芸者列車という形 の, あの仕様で、あの今回は運行させていただきました。今日でなんか2回目っていうのをお聞きしたんですけども。そうですね、今回で2回目なんですけども、まあ、これあの今後もまた続けて行かせてもらえればななんていうふうには考えています。お客様の反応はどうだったんでしょうか。非常によろしかったですね。あのちょっと1時間という短時間なんですけども、あのすごくあの満足されてお帰りいただいたという状況です。なんかお客さんの中には何回も1回行ったり来たりしてほしいななんて言ってる方もいらっしゃいましたよね。そうですね、あのおそらく1時間で短かった方もいらっしゃるとは思うんですけども、やっぱりあのちょうどそのぐらいのお時間でここに着いて、そのままむしろ戸倉上山田温泉に飲みに行っていただいたり温泉に入っていただいたりするというのも一つの、やり方なのかななんていうふうには考えています。今日は何人ぐらいの参加だったんでしょうか。今日は約25名様ぐらい参加していただいて、はい、今後どんなふうにやっていこうっていう予定があるんでしょうか。今後はですね、あのこれ、日本の方々だけではなくて、やはりあの海外の方にもあの乗っていただく、芸者文化というのは結構海外の方にも刺さる内容ですので、まあ、こういったあの企画電車を、海外の方にもこれからは販売していきたいなというふうに考えています。なんか踊りを見たのは今日初めてだとか言ってました。お客さんもいらっしゃいましたね。感動されてましたよ、結構、はい、あのなかなか芸者さんってどういうものかっていうのをなかなか知らない方もいらっしゃるんですけども、やはりああいうしっかりしたあの稽古をされて、こういったところに挑んでくれるあの芸者さんっていうのがもう数は少なくなってるんですけども、文化として残していかなければいけないなっていうところはありますね。芸者さんを見に上山田温泉に行こうって言ってる人がいましたよ。あ、ぜひぜひ、あのそういう狙いも一つありますので、はい、ありがたいです、はい、芸者さんもなんか駅で停車した時にこうなんかみんなから注目されてよかったななんて言ってましたけど。ああ、そうですね、まあ、なかなかあのこういう形で芸者さん見ることもあの一般の方でいらっしゃらないんで、あのそこはすごくいいことだなと思います。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。